今日はツナタルタルのクッキングします。ツナタルタルっていうのはツナタルタルタワーになってるんですね。でそれは私が20年前にアメリカに来た頃はお刺身ってあんまり食べなかったんですよ。アメリカ人なんか刺身食べるっていうと、日本人は生の刺身食べるの気持ち悪いとかヤックとか言われたんだけど、もうここ10年ぐらいからもう刺身とか寿司がすごいもう爆発的に人気になって、アメリカの例えばステーキレストラン、そういうレストランでもアペタイザーにもう生の刺身が出てくる時代になったんですね。で私もステーキレストラン行った時にツナタルタルって何かなと思って頼んだら、その刺身がみじん切りにした刺身っていうか、まあ、あのネギトロみたいのがあのタワーになって、アボカドと一緒にでチップスが添えられてて、それをチップスでこうすくってこうディップするような感じで食べたんですね。で私はもう刺身は絶対ご飯と醤油って決まってたから、なんかチップスでと思ったんだけど、すごい絶妙な味で美味しかったから、あ今後はもう固定観念を捨ててフュージョンでもうインターナショナル、全てがもうどんなものと合わせても美味しいものが美味しい、だから今日はツナタルタルを紹介します。はまず今日はツナタルタルだけどサーモンも好きな人もいるんで、サーモンもこれお刺身用、ちょっとスモークしてあります。お刺身用のお魚とアボカドがメインになりまして、あとは、まあ、あのキューカンバーっていうかキュウリでもいいし、ちょっとレタスのみじん切りでもいいですけれども、みじん切りと玉ねぎのみじん切り、あとグリーンオニオン、ネギのみじん切り、あとレモンと生姜を少しで、味付けはこのわさびドレッシングとマヨネーズとからしと醤油、あとそうですね、もう一つセサミお願いします。でこれがカップなんですけど、これはタルタル作った時にスポンって抜けるように、ここ穴開けてスポンと抜けるように、これあのコーヒー、普通のコーヒーの空きカップです、紙コップです、うん、はいどうも。で今こんなちっちゃいベランダなんですけど、家庭菜園やってまして、いつもパセリとかはここからもう取り立てのオーガニックパセリを取ってきます。はい、トマトもなってきました。明日ぐらい食べれそうかな。あとこれローズマリーとかいちごも、あいちごはなってたのになんか食べられちゃったかな、はい、で今料理はどうするかっていうと、まずこのネギはみじん切りにしたのを、まあ、このくらい小さじスプーンに2つぐらいかな。であとはレタスで、このお刺身をみじん切りにしちゃうのが、全部取らなくてもいいよ、あの近くでこうやってちょちょちょってこう切るよりもこの刺身じゃ無理だ。色がね綺麗ですね。ちょっと違うから、トロとサーモンとこんな感じで、はい、ちょっと見てください、こんな感じになりますね。でこうやってちょっと水で臭みを取るためにこうやってぎゅーっと絞っちゃいますね。はい、私簡単なんですけどやり方ははい、こうやってここに入れて、今度はアボカド足りないからもうちょっと入れますね。マヨネーズちょっと
でも美味しそう。ほんと一振り二振りしたくないわこんな感じで作ります。でこれを玉ねぎ、これね生玉ねぎとレタスのみじん切り、きゅうりのみじん切りでもいいです。これをここに入れます。はい、全部きれいに入れました。押して、こんなですね。はい、これからがタルタルです。超過半過みたいな感じちゃんと落ちてくれたかな。ここはちょっと空気穴を入れてあげると綺麗に。おお、綺麗綺麗。これが美味しいんですよ。これがちょっと、そしてネギを乗せて、パセリをちょっと待って乗せて、綺麗だからこんな感じで乗せたら、すごい。ちょっとマヨをこんな感じで、まあちょっとこれはね芸術的な才能がいるかも。もうここもちょっと、まあこんな感じで、でパセリもそこら中にちょちょちょっと飾り付けで、はい、こんな感じです。でこれに添えるチップスは、やっぱり今あのアメリカもヘルシー志向の人すごく多くて、私もこれホールフーズっていうあのオーガニックの野菜がいっぱいあるスーパーマーケットで買ったんですけど、これもオーガニックのブルーコーンから作られたノン GMO のチップスです。すごいヘルシーだから、たくさん食べてもこれなら大丈夫。サーモン、アボカドとオニオン、いやー美味しそう。これをチップでかな。すごい美味しそうにできたね。美味しそう、すごい美味しそう。これ見て見て見てください。あ、こちらすごいすごい。じゃあいただきま す, いただきますありがとうございます、じゃあまずこれチップス食べてみる。ちょっとね、はい、上からね、ここのここだけちょっと醤油かけるんだよね、この刺身に。じゃあまずこれなんか取るのが壊したくないけど、もったいないですね。これ贅沢、見て取れてる。うん、美味しい。うん、チップスがパリパリって刺身と合う。いただきます。うん、あ、もったいない、もったいないけど、でも崩したらもったいないけど、あ、うん、いいよ、ダバッと崩して。崩しちゃいました、もったいない。うん、美味しそう。たっぷり。うん。うわあ、すごい。いただきます。これは食べちゃって。美味しい。うん。美味しいでしょ。うん。これさ、本当に美味しいの。このアボカドとツナとちょっとスモークサーモンが混ざって。めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しいでしょ。うん、本当にやみつきになっちゃう。めちゃめちゃ美味しい。これ本当に美味しい。うん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 。これやみつきになる。でしょ。うんうん。